朝鮮戦は結局没収試合となったわね。みんなの反応はどんな感じなのかしら。それと北朝鮮にはこれと別に処分あるのかな？確かに気になるところだよな。今回は北朝鮮戦没収試合と、北朝鮮に処分はあるのか？までやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。ではまず、北朝鮮戦没収試合についてから見ていきましょう。日本代表の北朝鮮戦、サンレイフ戦勝が正式決定没収試合で4連勝ダブル敗最終予選へ進出。日本サッカー協会 JFA は3月30日、中止になった26日の北中米ワールドカップダブル敗アジア2次予選の第4節北朝鮮について、試合の扱いを正式発表した。国際サッカー連盟 FIFA 規律委員会より北朝鮮側の一方的な自国開催返上を受け、没収試合で日本のサンレイフ戦勝となる決定が通知されたとしている。この結果日本は、ダブル敗2次予選2試合を残して最終予選進出が決まった。少し前に北朝鮮戦は今後行わないとの発表がされてたから、没収試合は当然なんだけど、まともな判断がされるか不安だったからな。よかった。そうね。まずは一安心。いつまでも決まらないのが一番困るし、早く決まってよかった。日本は21日に行われたホーム開催の北朝鮮戦を1-0で勝利。当初は26日に平壌でリターンマッチを戦う予定だったが、北朝鮮側の意向から同国での実施は白紙に。3月の FIFA 国際サッカー連盟デイズ18日26日で中立国を含めた試合開催が困難になったため、試合は中止になった。この時点で平壌開催中止となり、それは良かったんだけど本当に迷惑な話だよな。女子に続きのドタバタ劇。平壌開催中止は良かったけど、それとは別に絶対北朝鮮に厳罰が必要よね。同試合の扱いは FIFA の判断に委ねられた中、23日に公式サイト上でこの試合の開催及び日程変更はないと発表。没収試合扱いが正式に決まり、日本のサンレイフ戦勝となった。この結果、日本は6月にミャンマー戦6カーウェイ、シリア戦11日ホームを残すものの、4連勝で最終予選進出が決まった。戦わずして突破は複雑な気もするけど、平壌開催中止に試合そのものが中止、さらに没収試合となったのはラフプレイの心配もなくなってよかったな。そうね。これで6月の試合はいろいろテストできるようになったし、ポジティブな面が多いんじゃないかしら。日本サッカー協会宮本恒康会長コメント。3月26日に平壌で試合が行われなかったことについて、日本時間の本日未明に FIFA 規律委員会の決定内容を受け取りました。この試合の取り扱いに関するステータスが更新されたことは良かったと思います。ワールドカップ予選突破に向けて、森保監督やスタッフ、選手たちには引き続き良い準備をして試合に臨んでほしいですし、JFA としてもしっかりとサポートをしていきます。新会長はいろいろ頼むぜ。前任者があれだったからな。なお前任者さんは名誉会長となって裏で操る模様。森保はじめ監督コメント、没収試合で日本の勝利という結果の通知を聞きました。選手たちの大切な出場機会が失われたことに変わりありませんが、一つ前に進んだとポジティブに捉えています。当然この結果に満足することなく、6月の代表活動、最終予選、ワールドカップ本番へと力を積み上げていきたいと思います。本来ならばチャンスがあったはずの選手たちもいただろうからな。その点ではマイナスな面もあるかもしれんが、全体的にはポジティブな面が大半だな。森保監督も北朝鮮とのホーム戦ではアジアカップからほとんど変化が見られなかったし、6月の試合ではその辺有効活用して改善しないとね。森保監督は悪運が強すぎる。平壌開催中止で一番恩恵受けたのは森保監督かもな。これで仮に試合がそのまま行われて勝てなかったら解任論がすごいことになってただろうし。でしょうね。ではみんなの反応行きましょう。何はともあれ最終予選行きが決まったので残りの2試合でどれだけチームの連動を高められるかが焦点ですね。あとは、なでしこと A 代表が立て続けに北朝鮮からのドタバタに巻き込まれたことへの制裁を JFA が求めていかなければならないね。ホーム開催ができない国に対する参加資格とガイドラインを AFC は早急にまとめなければならないね。そういうのはあらかじめ決めておくものだと思うんですが、その場しのぎでやってるのが AFC ですから、あらかじめとかない。当然の結果とはいえ不戦勝扱いが正式決定してよかった。FIFA は毅然とした態度を示したと思うけど、北朝鮮に対してどのような制裁処置を取るのか、不戦敗のみでお咎めなしなど許されない。その毅然とした態度をもう少し早くできなかったもんですかね。あとはやっぱりこれとは別に北朝鮮への処分というのが気になるわよね。没収試合だけってのはおかしな話。まあ、予想通り。6月の次の試合前には発表しておかないと、日本と北朝鮮だけ勝ち点がどうなっているのかわからなくて、試合の戦い方にも影響が出てしまうから、早い段階で発表するだろうと思ってたし、そうなってよかった。確かに試合の出場機会が減ってしまったというネガティブな側面はあるけど、北に行かなくて良くなったということと、荒っぽいプレイで怪我をさせられることがなくなったというポジティブな側面の方が圧倒的に大きいと思う。北朝鮮はホームもアウェイも関係なく危険だからな。試合なくなってよかったわ。まあそれは想定通り。それより女子の時からの一連の不祥事とも言えるような惨めさ。北朝鮮への処罰はどうなんでしょうか。
一連の手際の悪さを考えれば AFC にも何かしらの処罰というか制裁というのがあってもおかしくないと思いますね。北朝鮮もだけど AFC もひどかったからな。まあ、AFC には処分あるわけないわね。でも北朝鮮には結局どうなるの？では次にそれを見ていこうか。少し前の記事だ。北朝鮮から日本サッカー協会やその他の関係当局への連絡は非常に遅かったため、FIFA が彼らに何らかの処罰を与える可能性は高い。では、北朝鮮にはどのような運命が待っているのだろうか。一応、処罰の可能性は高いのね。どうしても疑いの目で見てしまうよな。FIFA の規則によれば、予選が始まった後の試合延期に対しては、最低でも4万スイスフラン約675万円の罰金が課せられる。また、FIFA と JFA 日本サッカー協会に対し、すでに発生しているコストの補償が必要になる可能性もある。そこには FIFA の関係者の平壌への渡航費用、JFA に対する飛行機やホテルのキャンセル代も含まれる可能性がある。理論的に、JFA は商業収入の損失に対する補償を求めることもできるだろう。できるだろうというかこれはしないとダメだし、最低でも補償だけはしてもらわないと。実際に損害発生してるもんな。FIFA の元ディレクターで、ザ・FC コンサルタンシーのマネージングディレクターのジェームズ・キッチング氏はフットボールゾーンに対しておそらく2段階の決定になるだろうと話した。試合の没収に関するスポーツ的な決定が下される可能性は高く、さらに北朝鮮に対しては今後の運営方法について何らかの警告が出される可能性があるでしょう。もちろん、罰金処分もあるはずだ。保証については、おそらく FIFA ダブルハイ予選の事務局か、組織委員会が北朝鮮に対し、FIFA と JFA に支払う金額を命じることになる？それだけ？これから決まるだろうけど、期待しない方がいいと思う。この人が言うようにあったとしても少額の罰金だけだろうな。でも実際こんなもんでしょうね。腹立つけど、みんなの反応は？罰金は払わないで踏み倒すだろ。払わないというか払えない。FIFA は罰金の支払いが行われない場合は、FIFA 主催の試合に出場できないようなさらなる罰則を設けるべき。抑止力にならない処分なら何の意味もないな。これなら好き放題やったもん勝ちですわ。こんな国は除名処分でもいいと思うけど、周りに迷惑かけて選手に大怪我でもさせたらどう責任取れるの？政治とスポーツは関係ないというけど終わりだろ？過去との合わせ技で除名でも不思議じゃないけどな。政治とスポーツ関係ありまくるしね。北朝鮮は、没収試合は当たり前で、その次にこの予選から追放か残りの参加を許すか、その後今後の出場停止処分をどうするかなどがなどを決めるのかな。出場停止処分はないだろうな。私も厳罰を求めるけど、現実的にそんな処分するとは思えない。年々その辺緩くなる一方だしね。罰金処分あるかどうか？が現実的なラインだと思う。ふざけた話。まあ、領土主張しながら裸で走り回ったり、ベンチの選手がエルボーかまして試合後に恐怖の鬼ごっこしても激甘処分。なんなら一緒に日本が悪いで日本処分する人たちですから。全部あの国で草。何にしても、北朝鮮への処分は期待するだけ無駄。アジア大会のお猿さんどうなった？そういうことだ。こんなだから北朝鮮も調子に乗るんだよ。没収試合は良かったけど、結局モヤモヤする。この件も含めて宮本新会長になったし、今までのような腰抜けはやめてほしい。JFA の今後の対応にも期待しようぜ。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。